はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。皆さんが普段何気なく使っている色にも、あなたの人生のように様々な紆余曲折があって今があります。差別の象徴にされていたものもあれば、技術革新とかね、あと文化とともに定番化した色もあります。今回は定番の色であるピンク、あとね、緑、紫、白、青、赤、黒、黄色について語っていきます。色ごとに短い動画にして分けて投稿してますので、好きな色からね、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、今日はピンクです。ピンクはね、実は19世紀までは独立した色として認識されていなくて、まあっていうのもね、例えばこれ赤かな、でもうちょっと薄くするとこれは薄い赤かな、でもっと薄くなるとベージュでこうやってね、その色自体安定して抽出するのが難しかったっていうのも、独立した色としてね認識されてこなかった原因でした。そんなピンクが脚光を浴びるようになったのは、赤と白の合成顔料で色を作れるようになった20世紀に入ってからです。科学的な合成で作れる、まあ、いわば人工的な色なので、当時はね下品な色として見なされていたそうです。それがね、下品で結構とでも言うように、1950年代のねアメリカのフィフティーンズって呼ばれるパステルカラーの流行がピンクブームをもたらしました。そこにポップアートとか、あとねバービー人形の流行などが加わって、女性の心を捉えたのだと思われます。当時のアメリカはね、あのソ連と旧ソ連とね、核戦争が起きてもおかしくない冷戦時代でした。毎週のね週末感的気分に満ちていました。そこでね、ひたすら明るいものを求めていたのかもしれません。ピンクは明るい色の中でね、表現するのがなかなか難しい色です。ところが1930年代にナイロン、そしてビニロン、あとねポリエステルとか、あとアクリルなどの合成繊維が登場します。そして染色仕上げ加工技術もその50年代から入って開発され始めて、ピンクなどの中間色が表現できるようになってきました。その後はサイケデリックやフラワームーブメント、こういったカラフルがねもてはやされた時代が続いて、女性ばかりじゃなくて男性もねピンクに染まっていきました。日本人のピンク体験は50年代のバービー人形、60年代アリカちゃんで、70年代はピンクを好んで使っていた水森アドさんの影響だと思われます。水森さんはねハワイ留学でピンクを体験したそうです。今は少女に関連したおもちゃグッズとか、あと書籍もねピンクだらけですね。まあ、他にもね、大人向けのあのピンクリボンキャンペーン、乳がんのね啓発キャンペーンだけど、その色にもね使われているように、もう女性の色として定番化しています。まあ、こういう女性の色っていうイメージはこれからもずっと続きそうですね。はい、今日はここで終わりです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他にも色があるのでぜひ見てください。じゃあまた見てね。バイバイ。